やばいっすね。絶対これ終わったらお風呂入る。絶対、あ、洗おうかな湯船。あ、いや洗ってやるか。どうだっけ。よいしょ。あ、すいませんね、これあのこの辺あのあれです、ちょっとそのまま置いとるんですけど、よいしょ。やはり始めた。よいしょ。まあ、うー、マジでちょっとマジできつい。どうしよう。正味ちょっと今日配信するか悩んでるレベルだったからさ、そうごめんね、全然元気なくてすいません。明日でもね、おしゃべり会の時には治ってるといいんだけどさ。あ、そういえば明日おしゃべり会、もしかしたら衣装でやるかもしれません。だからその可能性が高い。明日レアでしょ。あ、明日は、あれ明日さ、2部からじゃない？ 2,3,4 部でしょ。明日のねスケジュール死ぬほど死ぬほどだから、死ぬほど死んでるから安心して。そうで、輝きショーケースもありますが、きっと楽しいイベントです。もうじゃあ明日のスケジュールみんなもうほんと、いや、どきも抜くよ。そしたらあさっては青の卒業公演だし、まあでも今回ね、そのいろんな方のご協力あって出演させていただけることになってますから、スケジュール調整とか、なんか楽しんでいきたいと思います。
なんかそれで頭痛くなってるかもしれん。むしろ明日のやばさに頭が痛くなってるのかもしれない、もしかしたら。ちょっといっぱいリラックスして、いや本当はもう寝てたかったけどね、寝てたかったけど全然もう頭痛すぎてそれどころじゃない、多分寝ないと思う私今日、寝れない気がする。鼻詰まってるし今だんだん切れそう。鼻詰まってることに切れそう私。あーもう時間気にせず、時間気にせず。待って、本当に顔色、顔もさなんかむくんでるしさ、もうやだやだやだ。やだよ。マジ首詰まってるし、鼻詰まってるし、首詰まってるし、目詰まってる、痛い。金沢はとても素敵な街だから羨ましい。金沢を堪能する時間はないんです。そうなんです。痛い、もう頭痛いよ。プンスカプンプンプン。ちょっと髪の毛ボサボサなのは許して、ちょっとリハやってボサボサのまま私がもうちょっとダウンしてただけ。寝なかったね、でも寝てなくて、そのベッドの横になってたけど寝てなくて、マジ辛すぎて、おでこ出した方が綺麗。痛い。ほうじ茶美味しいから買ってきて。誰？待って。え？なに、え、なんかさ、なんかすごいびっくりした今。なんかお母さんみたいな、メモ渡されたみたいな。あ、不幸をね押して。待って今何時？50分ね。目いつもよりちっちゃく見えるよね、むくんでるから。下ぶくれ顔、むくんでるから。塩取ったっけ、どうしよう。でももういいか、なんかさもうどうとでもなれって思ってるよね。なんかもうさ自分の健康状態に関しては本当もっとどうにかしたいけど、マジで今日はちょっと無理、しょうがないと思う。あー辛い辛いよ。マジここ最近一番やばい、ほんとね、今日リハやってたけど、リハやってて後半ほんとにターンして倒れそうになってさ、マジやりきった、よくやりきった、偉い偉いって思ってっていう雑談。待って、ほんとになんかさ、なんか顔さいつもと全然違くない？なんか
出会ってなんか二重だけはっきりしてるみたいな。ブスー、もうやだー、うわー、やだよ、やだよ。金沢で美味しいもの絶対食べる。ヤクルト線はね、ある。食べる。なんかこの間なんかに似てるね。なんかマリオにこんなのいなかった？なんだろう。絶対こんなのいるでしょ、マリオに。なんだろう、わかんない、のこのこ。いや、クリボークリボーだったら、クリボー、え、絶対違うよ。クリボーだったら口でかいぞ。クリボーこっち、どっちかというとヨッシーとかさ、ちょっとヨッシーは可愛すぎるかもしれないけど、でもヒノはね、キノピオが好きかな。バイバイマリオさん。ヨッシーの正式名称知ってる？ちょっと待って。うわ、なんだっけ？うわ、なんだっけ？ヨシ、ヨシ、ヨシザウルスみたいな。うわ、なんだっけ？なんとかなんとか T、ヨシザウルスみたいな。なんかね、そんな感じなんだよ。わかる。なんだっけ？忘れた。でもそんな感じだよ。確か。T ザウルスか。ヨッシー T ザウルスみたいな、確かそんな感じ。確かなんだっけ、忘れたけど、そうなんだよ。知ってた、みんな。ヨッシー、なんか鼻でかくね今日。T ヨシザウルスムンチャックパス、 T ヨシザウルスムンチャックムンチャックパス。え、ほらほらほら、すごくない？よく T ヨシザウルスとか T まで覚えてたの、すごくない？すごいでしょ。15分経ったよ、ありがとう。でもちょっと話してたら元気出てきた、みんなと話してたら。あー、これもうあの綺麗事とか、あのリップサービスじゃなくて、本当になんかちょっと良くなってきた。マリオ、マリオの無駄知識、なんだろうな。
マリオの無駄知識。マリオって実は意外と若いんだよね。あれおじさんじゃないんだよね。案外20代とかだった気がする。実は若い。日が生えてるからおじさんに見えるけど、マリオって実はそこまでおじさんじゃないっていう。そう、あれはどうしてクッパはピーチ姫をさらうのか、なぜでしょう。なんかいろいろ理由はあるらしいんだけど、ゲームだとルイージ派。わかる、ルイージ可愛いよね。なんかマリオのフルネームはマリオマリオ、それもあるらしい。なんかそれ本当なのか、諸説ありだった気がする。なんでクッパがピーチ姫の魔力を、なんか魔力を羨ましがった説がある。あと普通に結婚したいっていう。そう、なんか初期はそういうのもあっただみたい。ピーチの魔力みたい。姫様、ちょっと気づいたらもう59分になってたから壇上読みます。すいません、ありがとうございました。13位ゆかおしじいさん、12位赤道のターボーさん、11位太郎さん、10位くじちいさん、9位むつきさん、8位こたつ猫さん、7位ベロさん、6位としさん、5位東吾さん、4位しんいちさん、3位ひよりげたさん、2位げんごろうさん、1位ごま豆腐さん、ありがとうございました。ということで、また明日よろしくね。明日 YouTube 見てね。バイバーイ。おやすみ村。バイバーイ。